アードルフ、フォークトラントでも用された、フーンの葬儀フーンの記念碑を訪れた青少年ら、フーンの追悼式典で喧嘩を行うフィデル・カストロ、ラインホルトフーン通りの看板ラインホルトフーンは、ドイツ民主共和国の軍人。国境警備隊の隊員として、東ベルリンにおける警備任務に従事していたが、ツインマー通り56番地にて、逃亡援助者のルドルフ・ミューラーに射殺された。 殉職時の階級は上等兵だったが、死後に軍曹へと特進した。ベルリンには彼の名を取ったラインホルトフーン上級学校があったほか、ホイエルスベルダ、マクデブルク、グーベン、ヒルトブルクハウゼンにはラインホルトフーン通りがあった。ベルリンの出演通りとイエルザレマー通りの交差点には、1990年代中頃までフーンの記念碑が残されていた。 ベルリン・リヒテンベルクのニコライ・ベルザーリン兵舎には記念プレートが掲げられていた。1942年、東プロイセンのブラウンソベルクにて生を受ける。国境警備隊で兵役に就く前は、牛会として働いていた。1962年6月18日、フーンはベルリンの壁警備のために設置された、ベルリン・ミッテのツインマー通り近くの小所に勤務していた。一方、 逃亡援助者、ルドルフ・ミュラーは、脱走を希望する一家との交流を図ろうとしていた。ミュラーの掘ったトンネルは、西ベルリンのアクセル・シュプリンガー社社屋ビル近くから、東ベルリン内の民家まで通じていた。そして、ミュラーと脱走者らがトンネルへと戻ろうとしていたとき、巡回中の不運と小所長によって発見されたので、ある。不運は一段を静止し、 身体検査を行うべく、ミュラーへと近づいた。次の瞬間、ミュラーは、上着の内ポケットからピストルを抜いて、至近距離から、不運の胸を打ち抜き、トンネルへと走ったのである。小所長は、ミュラーや脱走者らに銃撃を加えたが、いずれも命中しなかった。西ベルリンに戻った後、ミュラーは、風雲のみを銃撃したのだと語ったが、実際には、小所長も、銃弾を受けて、 重傷を負っていた。西ベルリン参次会による決定のもと、ミュラーと家族は飛行機でベルリンを離れ、西ドイツ国内へと移された。東ドイツ当局は、ミュラーの身柄引き渡しを要求したものの拒否されている。1962年11月、西ドイツ側によるミュラーの調査が始まる。これに先立ち、東ドイツ当局はミュラーが、 コンラートアデナウアー首相とビリー・ブラント市長の命令を受け活動していたエージェントだと主張していた。ドイツ再統一後にはベルリン検察局による再調査が行われ、これを受けて1996年にはミュラーの裁判が始まった。裁判の中でミュラーはフーンを殺害した銃撃を行ったことを認めたものの、正当防衛を主張した。地方裁判所では、 ミュラーの過失致死に対して、懲役1年の執行猶予付き判決を下した。2000年の連邦裁判所への上告審の時点では、今だけが執行されていなかったが、殺意が認められたとして罪状は、過失致死から殺人に切り替えられた。ミュラーは、判決を不服として、憲法訴願の手続きを行ったが、連邦憲法裁判所は、判決に、 問題はないとして2000年11月に、これを知りけた。2001年8月6日、中部ドイツ放送は、事件に関するドキュメンタリー番組、デアとダストライファン、トゥードリーカ出産を放送した。この番組では事件に関して、旧東ドイツ側の警察、裁判所が作成した記録の検証が行われた。1970年代以降、 イェルザレマー通りとツンマー通りの交差点にはフームを、たたえる記念碑が設置されていたが、これは、再統一後に撤去された。現在、ベルリン地下世界協会にて、同性の記念碑が展示されている。カースポートロットアウフ w w w c h r o n i k d e r m a u e r d e h a t o p w f g 2 b v r 1 4 7 3 00ホーム30ノーベンバー2000ありがとうございます。